皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田直美、森田直美と吉本新喜劇2位になって鉄道でございます。お願いします。あれ、2位の何は、いや、もうあなたのチャンネルやりません。なんでやってよ。2位なんだ。始まりました。やってよ。お願いします。ありがとうございます。ね、コラボ YouTube 新喜劇でございます。はい、第2弾でございますが、はい、第2弾の第2期でございますの で、 そうです。前編、ね、1期はニーナ君のチャンネル、ニーナチャンネルで、はい、そして、後半、ね、はい、第2期はこちらの森田信義シャワーで、ね、はい、ね、もうこの初めのトークはものすごく手短に、 それでは VTR、はい、スタート。短っ。お前、自分は何しても分かってんのか。お前のせいで、お前すっからかんなんて思うたやないか。兄ちゃん、あ、俺な、自分の店持つの夢やってん。アホとちゃうか、お前。もう YouTuber やってくる言うとったやないか。あの夢どこ行ったんや。 YouTuber もう無理やって。諦めないやな、お前。4000時間なんて無理やもん。いや、無理ちゃうねん。もう、いや、もうどっちにしたってお前、俺らラーメンやろうと思ってるわけちゃうねんからな。そうか。もう、とりあえずずらかすもん。もう30万持って。いや、稼ごう、ここで。あ、おか、お前。あの、すいません。あ、さっきのお客さん。あ、どうも。やってますか。あ、やってますよ。お願いします。お忘れ物かなんかですか。あ、いえいえ、あの、また食べに来ました。あ、そうなんですか。はい。さっき食べたとこやのに。はい、おすすめお願いします。あ、わかりました。ちょっと待ってください。ごめんなさいね。はい。これでまだ300万稼げんね。おお、先生な。ちょ待って。あの、すいません。はい。あの、ところで、あの、ものすごいお金持ちっぽいんですけど、はい。なんか、お仕事するのされてるんですか？全国的にホテルチェーンを展開しておりまして。あ、ホテルチェーンを。はい、あの、アホホテルってご存じないでしょうか。アホホテル CM やってるんですけれどもね。あ、そうなんですか。アホって、アパちゃいます、それ。アパちゃいます。いや、違います。向こうがパクってるの。あ、向こうがパクってるんですか。そうなんですよ。 あなたの方が。はい、老舗なんですね。そうでございます。あ、そうなんですか。はい、私ですね、今からあの海外の方に、うん、あのホテルを買い取りに行くんです。あ、海外のホテル今からですか。すごい。それでその荷物。そうなんです。ホテル買い取りに行くねんて。そうやな。スーツケースめっちゃ金入ってんじゃん。あれ、そうやな。うん、とりあえず俺が聞いとくから、うん、うまいことあのスーツケースパクれ。分かった。あ、頼むな。あの、すいません、社長さんでいらっしゃるんですよね。そうです。どちらの方の国に行かれるんですか。ジャパンに素晴らしい国なの。すいません、あの、ジャパンって言われるとディスカウントショップしか思いつかないですけど。何のことかしら。ああ、ジャパン、ここは日本。ここ日本で行かれる国はジャパン。ちょっと何をしたの。いや、すみません、あの、ちょっと汚れてましたんで。ありがとう。大事なものですが。そうです。兄ちゃん見てみ、手錠で繋いでるわ。どうなってんだおい。何やあれ。アメリカの大統領の原爆のスイッチみたいになってんやんか。え、分からへん。なんでやお前、シークレットサービスでこうやって持って手錠に繋がったのね。分からへん。あの、原子力爆弾のスイッチ。たとえ長いな。いや、なんで、あ、まあ、ちょっと、とりあえずもう、開けろじゃ、開けろ。違うね。なんか、番号とかでロックでかかってた。番号だね。うん、番号。あの、すいません。好きな番号は。あ、ナンバー7じゃなくてナンバー7。一桁ちゃうんで、なんか4つ数字あったね。4つもあった、うん、4つか。あ、じゃ あ、すいません、誕生日はいつですか。ディセンバーなんか疑問文で見るけど、ディセンバー、あの、そうです、何月ですかね。ディセンバー12月よ。12月一緒ですね、誕生日。どこに食いついてんの。ねえ今それは、あの、12月何日ですかね。20。あの、そう、なんでナンバーは7って言うたのに、さっき7は、なんで20で、なんですか。20よ。あ、どうだ、1220。そうです。あ、1220。すいません、ラーメン作ります。あ、ラーメン、ちょっと待ってくださいね。ラーメン、はい。あいた。何をしてんの。あ、すいません、開いてましたよ。ちょっと取ってくれ。あ、はい、あ、カバン開いてましたけど。はい、あ、これ取れたのね、ありがとう。はい、あー、もうちょっと何かしら。電話中にあるんですか。うんとね、ちょっと待ってね。そうなのよ。あ、ちょっと、あ、違うわ。電話めっちゃ入ってるんだよ。あ、これも近い。兄ちゃん、いや、その、別にわざわざ開けんのよ。こうやってやったら、兄ちゃん、めちゃくちゃ。兄ちゃん、なんかドラえもんみたいになってる。どんだけ入ってんねん、携帯。全然当たらない。違うの。全然当たらない。全然当たらない。全然。あ、もしもし。それやったんかよ、おい。どんだけ入れてたんよ。そう。あ、わかったわ。早く戻るわ。え？
ちょっとすいません、ちょっと片付けてくれると。私は、はい、あのですね、携帯しか入ってないの。そうよ、こんな大きいカバンいらんよ。あのですね、はいはいはい、急ぎでちょっと、はい、ありがとう、はいはい、ちょっと手錠どこ行ったの。手錠はここについてますよ。まだつけてくれる。まだつけてくれる。何ですか。仕事早くね。何で手錠してるの。何で手錠してるんですか。何うるさいわ、見た。そういうプレイが好きなんですか。そうなの。そうなんですか。あのプレイ大好きなの。あ、そうなの。あのちょっと急ぎで戻らなくちゃいけなくなったんで、はい、テイクアウトでお願いします。テイクアウト。あ、すみません、あのちょっと器が少ないもんでして、はい、あの器込みの代金いただきますけどいいですか。あ、大丈夫よ。あ、本当ですか。じゃあのちょっと作れましたんで器込みで、そうですね、600万です。高すぎるやろお前。誰が出すね、そんな。あら、安いわね。払ってくる。はい、あ、じゃあ、ありがとう。あ、ついてきましたね。そうですね、ちょっと早く行くわ。いやいや、前乗り、ありがとうございました。行った方がええんちゃうの人。すごい。で、そんなに急いでへんかったけど。600万円で。すごいな、あいつ。すごいやんか。すぐ金出してくれるやん。うん。あと、こうなったら370万ぐらいか。いや、370万、まあ、そうやけど、うん、これだけでええやんけ。あかんて。え？いや、また、あの、おばはん、記憶で。おか、そんなすぐ来るか、お前。来る来る、また来る。え？やみつきになったのからな。やみつきになってる、食わへんかったら。ちょっと稼ごう、ここで。稼ごうやねん。もうちょっとやから。え？もうちょっと、もうちょっと。いやいや、もう、早よ行った方がええって。いいから、いいから、いいから。あの、ここは僕の店じゃなかったですか？いや、僕の店ですけど。僕の店です。ああ、そうですか。はい、あの、商売の上とかもちゃんと払ってるんで。許可もらってやってるんですか？許可もらってやってるんです。じゃあ、せっかくなんで、はい、あの、一杯いただいてよろしいですか？あ、いいですよ。すぐ作りますんで。ちょっと待ってください。はい、はい。あ、そうですか。はい、できました。あ、どうぞ、あっちにね。はい、どうぞ、どうぞ。どうしたの？店長。どうですか？懐かしい味や、母親の味にそっくりや。あの、はい、どっかで修行されたんですか？いや、修行はしてません。してない。はい、で作りました。へえ、そうなんですか。はい、いや、僕ね、はい、母親のラーメンの味作ることができなかったんですよ。ラーメン屋さんやったんですか？じゃ泣いてるやん。どうしはったんですか？あ、いや、実はね、はい、私もラーメン屋なんですが。あ、ラーメン屋やってはるんですか？あ、そうなんですね。母親が亡くなって、母親の屋台を継ぐことになったんですけどね。その母親の作るラーメンの味を作ることができずに。母親の作るラーメンの味を作ることができずに。できずに。それで、店もうまいこといかずに。あ、お母さんは？お母さんは？じゃもう一度説明していただいていいですか。はい、母親がラーメンを作ったんです。お母さんが作った。お母さんがラーメン作らなかった。はい、あなたのお昼ご飯のために。はい、でもあなたのお昼ご飯のために。いや、あのラーメン屋さんなんですよね。ラーメン屋さんなんですよ。あ、ラーメン屋さんなんですかね。ラーメン屋さんなんですよ。ラーメン屋さんだね、兄ちゃん。ラーメン屋さんなんですよ。ラーメン屋さんなんですよ。ラーメン屋さんなんですよね。でも、ラーメンってあるんですよね。はい。はい、あの、母親もラーメン屋やったんですよ。あ、母親もラーメン、別でやってはったんですね、お母さんが、はい。お母さんが別でラーメン屋さんやってはった。あの、屋台でね。屋台でお母さんがラーメン屋さんやってはったって。ああ、なるほど。その母親が亡くなりましてね。ああ、そうなんです。はいはいはい。で、僕が、はい、僕がその母親の屋台を継ぐことになったんです。ああ、屋台の方を継ぐことになるんですね。お店やってはったのに、ラーメン屋を。はい。ああ、うん、そうですね。はい、あ、でもね、はい、その母親の味っていうのを作ることができず、はい、もう店もうまいこといかないんで、もうどうしたらいいかわからず、ギャンブルに走ったんですよ。ギャンブルに手を走ってね。手が走ってくる。ギャンブルに手を出してじゃなくて手が走ってくる。あの、ギャンブルをしてしまいましてね。何がおかしいですか。もう頭おかしなってんの、あの本人の。ギャンブルをしてしまいましてね。それで借金が出てきてしまいまして。はいはいはい、もう、僕もう死にたいです。いや、あの、すいません。お店関係ありませんや。お店じゃん、頑張ってやったあったらいいです。ギャンブルに手出して借金できたでしょ。パチンコ600万です。パチンコ600万どんだけやんねん、あんた。え、いや、お店関係なくてパチンコで600万いや、自業自得ですって。なんでお前泣いてんねん。なんでお前泣いてんねん。兄ちゃん、パチンコで600万でどう負けんねん。いや、確かにそうやで。
大体気づくねん、もうそんな50万ぐらい気づくねん、あかんなって。もう1万個、バン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 大変な人生送ってあるんですね。同情してる場合かわ。お母さん亡くなりはって。そうですか。大将大変やな。よかったら600万使ってください。え、せんなお前。いいんですか。いいですよ。ありがとうございます。はい、もう本当にこれで助かります。何を言ってるの、もうちょっと待って、ちょっと。ちょっと、どうしますか、それは。はい、またパチンコに行ってきます。ほんとちゃんか、おい、やめろお前。おい、お前、せんなお前。兄ちゃん、店やるって大変やな。アホかお前、大変やないやないねん。いや、大体あの人の屋台だったんでしょ、これ。あ、そうなの。あの人の屋台だったんちゃう。で、あの人が作れへんかったら母親の味、うん、お前すぐ作れてるやん。だ簡単やったね。何やあいつ。あ、兄ちゃん、僕センスあるわ。いや、センスあるやねん。ちょちょいてやって。いや、ちょちょいてやねん。とりあえず兄ちゃん、うん、いや、この店の、うん、お母ちゃんの味、俺作るわ。ほんとちゃうか、お前。ええか、うん、いや、ここのお母ちゃんの、お母ちゃんの味は、うん、ここの味のお母ちゃん、お母ちゃんは、うん、言うてるお母ちゃんは、俺らのお母ちゃんちゃうからな。あ、ちゃうの？ちゃうよ。うん。いやいや、じゃあ、お母ちゃん死んでるから。いつ死んだお母ちゃん？いや、違うねん。ここのお母ちゃん死んだよ。うん。俺らのお母ちゃん生きてるから。これどこで？病院やん。はぁ、はぁ、そうか。せやろ？うん。俺らのお母ちゃん、俺らのお母ちゃん病院におってん。うん。俺やろ？うん。で、だから。俺、ラーメンやってる。やってへん、やってへん。ラーメンやってんの？病院でラーメンやってる。やってるか、お前、そんな。そんなややこしくできるかいな。そうか。いや、だから、そうじゃないねん。いや、シュシュ変わってるから。いや、とりあえず、お前、うん、お前がね、渡さへんかったら、お前、俺はもう930万、うん、あったんや。930万。930万。ほな、あとは70万。頑張ろう。ないねん、ないねん。あと70万ちゃうねん。もうなんもないねん。30万しかないねん。え？もう振り出しもん。いや、お前がやったんや。はあ、お前が渡すからや。そうか。せやん。大丈夫やで、兄ちゃん。え？何が？あのアホホテルの社長また来はる。来るかお前、うん、何の自信やねん。すいません。来た、ほら来た。え、来た。あのここのお店の味が忘れられなくって。あ、ごめんなさい。はい、海外の方にお店の方出店しませんか。ええ、はい、海外に。そうなんですか。はい、出店していただいたら1000万円ご用意します。1000万円ですか。ちょっと兄ちゃん、世界中にお母ちゃんの味知り渡るで。いや、そのお母ちゃんちゃうねん。いや、もう話変わってきてるやんけ、うん、いや、ここのお母ちゃんは、うん、俺らのお母ちゃんちゃうから。ああ、そっか、さっき言ってた。お母ちゃん死んだよ。いつ死んだ。いや、いつ死んだじゃん、生きてんねん。ここのお母ちゃん死んでんねん。ああ、そっか。俺らのお母ちゃんどこにおる。病院。嘘やろ。うん、うん、病院でラーメン作る。いや、作ってへんねん。お前が作ったやん、そのエピソード。あ、そっか。ラーメン作ってへんから。普通に病院に。うん、ラーメン作ったお母ちゃん死んだよ。手術代や。それ手術代や。いつも。いつもいけるな。生きてきた。ああ、ぜひぜひ契約させてください。はい。長いこと待ちましたわ。あ、すいません、すいません。すいません。じゃあ契約ということで。やった。あのですね、こちらの方に、サインの方、よろしくお願いします。ああ、ここに書いたんですか。わかりました。ここに書いたんですね。はい。頑張ります。はい、はい、はい、これ。はい、これで契約完了ということで。ありがとうございます。お約束のですね。あ、1000万ですか。ちょっと待ってくださいね。持ってきましょう。それ、あの、スタヤのカバンですか。違うやろ。違うやろ。スタヤのカバン、こんな大きいなやろ。そうよ。あ、そうなんですね。スタヤのカバン。もう社長ともなれば、もう買い取れるんだ。はい、じゃあこれお約束の1000万でございます。初めてですか。はい。すごい、ねじって切る。初めて切ります。ねじって切る。1000万のコップ。うわー、すごい。1000万初めて見た。またあのいろんな詳細は後ほどということで。お願いします。いろんな詳細がね。はい。いろんな詳細。あ、いろんな詳細。うん、ちゃんと。お願いします。失礼。失礼します。わかりました。頑張ります。ありがとうございます。一発で1000万は兄ちゃん。1000万。よしよし。行こう行こう行こう。ちょっと待って。30万も持って。で、あと屋台持っていこう。アホか、屋台いらないな。儲けれるから。待ちなさい。森田の病死、空き巣の常習犯で逮捕する。え？刑事さん？刑事さんですか？ちょっと、どうしよう、どうしよう。兄ちゃん、違う、違う。兄ちゃん、これ、あの、トラブルやな。いや、それトラブルや。どう見ても分からないやろ、お前。任せて。ちょっと、任せて。もしもし、すいません。はい、トラブルです。お願いします。あ、すぐそこにいてる。わかりました。お願いします。待ってます。はい。すぐ来やがって。誰呼び、なんだから。何してるの。おお、渡したな。あ、どうも。もう誰呼んでんの、お前。誰呼んでんねん。ほんま言うてあったよ。トラブルあったらいつでも呼べって。いやいやいや、どないしたんや。あの、すみません、あの、刑事さんなんです。刑事捕まえる言うてるんですよ。助けてください。冗談ないぜ。そんなん助けてくれる言いましたやんか。アホか、お前。俺は水商売のトラブルを解決しとんねん。水商売ってトイレとかや。そっち、そっちかいな。トイレのトラブル。あ、そうやったよ。暮らし安心の人。
マラソン内とか商売代表ってあるわからんな。知らん知らん知らん。わからんけど。ちょっと待ちなさい。はい。さっきからあなたお兄ちゃんお兄ちゃん言ってるけど、はい、仲間なの？はい、そうです。いや、違う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 違います。仲間じゃないです。いや、あの兄弟ですけど。いや違う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 、兄弟ちゃうねん、うん、兄弟ちゃうの。あれや、なんでちゃうの？いや、俺ら今兄弟ちゃうねん。兄ちゃん弟やんか。いや、そうやけどちゃうねん、うん、兄弟じゃないねん。なんで違う？いやいや、だから分からんのか、うん、今俺だけの名前入れちゃったやろ、うん、俺の名前ちゃうのそうって、うん、今これ仲間でお前連れてかれないっけ。連れてかれない。連れてかれないの、うん、お前も連れてかれないかいの、うん、ほらお前これ問題持ってんねん。そっか、1000万円。さあ、分かった。お母ちゃん助けな。そう、うん、分かった。分かった。仲間じゃないです。どんな状況であれ、二人とも署に来てもらいます。あ、いや、すいません、あの、逮捕しないと僕だけにしてください。お願いします。今、僕の母親が病気で入院してるんです。今日、手術代を持ってかなかったらうちの母親死んでまうんです。どうか僕だけにしてください。逮捕するのは僕だけにしてください。後日改めてこいつのこと事情聴取するの何でもしてください。でも今日病院にお金持ってかんとうちの母親死んでまうんです。だから逮捕するなら僕だけにしてください。お願いします。兄ちゃん、私は刑事です。犯人を目の前にして逃すわけにはいきません。森田信義、逮捕します。私が追いかけてた犯人はあなた一人だけね。いや、二人です。おい、間違ってあったな今。違うね。何間違ってんの？違う、見てた。お前見てたよ、ずっと見てた。うん、俺何してた？ハゲ散らかしてた。いや、そこちゃうねん。そこ見んでええねん、うん、そこ見んでええねん、うん、ちゃうねん、うん、ええか、お母ちゃん助けるためにずっと助けろな、うん、頼んでたよ。うちの母親が助かるんですけど、お金持ってったら、うん、だからな、俺だけ捕まってたらお前無理だよ、うん、俺だけ捕まってたらお前いけるよ。なるほどな。分かる分かる分かる。分かった分かった、うん、先生、僕そうです。私が追いかけてた犯人はあなた一人だけね。いや、二人です。ねえ、なんで、なん、いや、なんか間違いあるな。なんで、なんで、なんで、ま、な、計算できへん人かな。いや、違う違う、計算はできはんねん。計算ができひんというよりも、うん、状況も全部分かってくれてはんねん、刑事さんが。うん、この、見て、うん、刑事さん、うん、理解してくれてはんねん。俺むちゃ頭下げてたよ。うん、ね、ハゲ散らかしてた。いや、ハゲ散らかしてたらええねん、うん、お母ちゃん、うん、手術代、手術代あれやろ、ある。一緒に捕まったら誰も渡すの？まや、そやろ、うん、今だから俺だけ捕まってたらええの。俺だけ警察行ったらええの。お前その間もお金助けられねえ。お母ちゃんどこ行ったんや？そや、うん、せやろ、うん、分かった分かった分かった。兄ちゃん、ありがとう。すいません。すいません。もう一度お願いします。それに盗んだお金はあなたが全部使ったのよね？いや、ここにあります。ねえ、いや、違うねん。それはここにあります。いや、違うねん。何が違う？いやいや、今言ってくれたんやん。うん、使ったのねって。いや、計算に言われないから。いや、計算じゃないねん、うん、使って。いつ？え、いつ使ったの？いや、使ったじゃないけど。いや、あれで？いや、あんねん、あんねん。でも使ったんや。誰が使ったん？兄ちゃん使ったんか？兄ちゃん使ったんか？いや、俺使ったんちゃうの？俺使ったん？使ってないねんて。使ってないねんけど、使ってん。使ってないけど。ないけど。いや、だから使ってないってなったらどこにあんのってなるやん、うん、ここにあります。いや、だからあかんねん。それやったらこのお金何ってなるよ。うん、そこのお金何やん。お母ちゃんの手伝い。いやろ、ほら、使ってて渡さなあかんやん。渡さなあかん、うん、どこに、お前が渡さなあかんの？どこに渡すの？このお金、このお金、お母ちゃんの渡す。病院に渡すの？病院に渡さなあかんやろ。病院、お前もこんなに渡すのしてやん。ほら、そうやんな。そうやろ、うん、分かる、うん、分かる。全部言わさんとして、うん、分かった分かった。だから、うん、使ったって嘘つかなあかんね。兄ちゃん、嘘つきは泥棒の始まりやん。誰が言うてんの？全部始まってんねん。ずっと始まってんねん。はい、ねえ、はい、すいません。はい、すいません。すいません。もう行こう。はい、もうあの全部私が使いました。
そうなの。何に私一人です。早く連れてってください。分かったわ。森田信義、逮捕します。兄ちゃん、ありがとう。行くわよ。すいません。すいません。電話になりました。はい、はい、もしもし。はい、あ、花月病院の先生。あ、どうも。いつもお世話になってます。はい、はい。え、お母ちゃん、手遅れで死んだんですか。え、そんな。あ、わかりました。はい。もうお金もいらない。はい。じゃあ後でまた。はい。行きます。はい。失礼します。兄ちゃん。お母ちゃん手遅れで亡くなったんやって。え。え？え？どうしよう。さあ、じゃあ二人とも逮捕ね。ちょっといいやな。じゃあもう一回かけ直し、かけ直し。2000万でお願いします。2000万で。2000万ですか。いや、じゃあ2000万で。いや、ラーメンどうしましょう。スカジさん。誰がスカジ？スカさん。花がっぱさん。誰がや。ようこそ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。無事終わりました。無事終わりました。いや、ほん。本当に本番強いですね。何分ぐらいやってるんですか。あ、でも、6分7分ぐらい。はいはい。全然全然。すぐ遊びの部分がありました。すごい、やっぱ皆さんちゃんとスッとできましたね。遊びたがりやね。いや、めちゃくちゃ平山さんを使って遊んでましたよね。いや、もう、やっぱ平山さんは、やっぱああいうところが面白いじゃない。あ、まあね。ああいうところが面白くて、続けば続くほど何言ってるのか分からなくなるでしょ。あれがなんか。あなたがつつきすぎて、いや、いけてたのよ、平山さんは。ギリギリいけてたんだよ。俺らの理解で、あとフォローしていけてたのよ。それはいろいろ聞いていきましょう。はいはいはい。というわけで、今回のゲストの方、登場していただきましょう。はい、まず。まず先輩からね。高尾姉さん、おはようございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう久しぶりで。もうしかも久しぶりにこういう服を着やすい。これね、これ終わってからも着たことやないですか。いや、皆さんね、これあのね、自前なんですよ、姉さん。そうです、そうです。すごいですよ。ね、水玉でこれ、襟元合わせて、めっちゃおしゃれ。後ろはセクシー。そうなんです。だからさっきこれほんまやばいね。ほんまセクシーやん。あれなんです。新喜劇行って、だいたいこうスパッツ履くんですけど、今日スパッツ履いてへんから。履いてないの？履いてへんねん。だからもう、生ちゃんやで、もう。生ちゃん？なんですよ、生ちゃん。生ちゃんやから、もう、動きがもう動きにくくてね。いや、すごい。姉さんもね、ギリギリまで台本読んでいただいて。いや、でももう完璧でしたよ。いや、もう全然、ちょっとぐちゃぐちゃ、ちょっと。いやいや、全然、なんかコロコロも。めちゃくちゃ楽しかったです。いやいや、本当にこちらこそめっちゃ楽しかった。もうちょっとその今携帯とかで台本送ってるじゃない、その場合はあの紙でお渡しするのがあんま難しいからご自分の携帯で見てくださいみたいな感じで渡してるんだけど、いわゆる PDF でね送ってるんですよ。送ってるんですけど、もうその見方が分からないんで。いや、ちょっと見方は分かってるよ。見方は分かってるけど、そのページ数がこう食っていくやんか。スクロールしていってね。あれが上行ったらまたそのやつが下下がってきて、これさっき見たやん、また上だったら次また違うやつがこう出てきて、でもややこしいわ。もう文章で渡しましょう。姉さんだけは紙でね、郵便に送ってください。郵便で、古いなぁ。聞いてあって、よしこあげた。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そして平山兄さん、お願いします。姉さん、どこ来てください、せっかくなんで。平山兄さん、お願いします。お願いします、平山さん。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。最高でした。最高でした。素晴らしかった。あれこそ平山兄さんでしたね。いやもう本当に皆さんね、いじっていただいて。いやいやいや、すみません、僕がちょっと遊びすぎちゃう。だって結局ゆうてさんが自分はラーメン屋やってて、ほんでお母さんも屋台やってて、ほんでお母さん死んだから私屋台やりました。いや店やってんだええやんってなる。そこは回して、促してくださいよ。お母さんはとか、なんかお父さんお母さんはいてあるんですか。それが回してやるんですよ。やりすぎやで。どんどんちゃう。私ラーメン。そこを転生塾回しじゃないです。そうね。本当にお願いします。キプリテターダン、キプリテターダンで。まあまあ喧嘩しないでください。いやあんたのせいや。本当あんたや。いやでも最初はもうむちゃくちゃもう声入ってたんちゃいますね、僕のチャンネルの方で。もう笑いすぎて横で。もう笑ってもう。なんか新鮮で、だから女性がね突っ込む、トンちゃんがね、あと紹介しますけど、吉川ちゃんが突っ込んでくれてて、ほんでほとぼけ役の平山兄さんがボケてるっていうのが新鮮でめっちゃおもろくて。これはもうね、良かったですね、森田君。いや、もう素晴らしい。バッチリハマり役で、これ平山さんぐらいしか出来歩いておらへんのちゃうかなと思って。もうノンミスキャスで、だからそういう意味で言ったら2人で、これ誰ができるって言って、この後から来て、これ自分の屋台やのに何してんねんってなくて、え、これはあなたの屋台なんですかって、こんなことができる人は平山さんしかいない。
で女性のツッコミで誰にしようになったら、あ、トンちゃんできるんじゃないっていうことで、トンちゃんもだからバッチリでした。本当ありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ、勉強させていただいて。勉強させていただいて。いや、とんでもないです。ありがとうございます。素晴らしい間でございました。ありがとうございます。放送事故ギリギリの前で。っていう、もう、ドンと、やばいっていうぐらいの、とてつもない間。あの、名刺のところ、一番最初、とんちゃんの名刺見て、あっ、っていう。いや、面白いです、ほんまに。ありがとうございます。では、あ、まずお願いします。ありがとうございます。お願いします。では、そして、最後ね、若手は二組とも、二組の二人とも、登場していきましょう。どうぞ、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターのいいねの数が常に一桁の芸能人。優しすぎるわ。やってますからね、今プロレスラーで。そうですね。もうお願いします。やってます、お願いします。インスタもね、やってますから。そうなんですよ。いっぱいやってるのはやってるんですよね。そうです。はい。ほんまに。全部合わせたら10ぐらい。全部合わせたらいきます。いや、すごい。100日後ね。100日後かどうか。はい。いつぐらいに100日行くの？あとなんか半分ぐらい。そうです。だからもう7月、8月。もうすぐや。あと40何日。あ、そうです。な。はい。すごい。そうなんです。インスタでいつも見てますから、僕リールで。いいねもしてくれるんですね。そうです。ありがとうございます。すごい、すごい。吉岡にあんまりでもいろいろやってないんだ、SNS。SNS が、あの、ツイッターでちょっと上げる。何でしょうね、こう、一回上げそうに、上げると直前にちょっと迷って、いつもためらうことがめっちゃ多くて。そうなんかわかんないですけど。いや、ツイッターなんか全然そのつぶやくっていうね、あれやから。そうですね。いつの時でもつぶやいていい。そういうもんですよね、普通のね。そうそうそう。ドランクドラゴンの塚地さんでいけると思う。どういうことですか？初日から。100日後に、100日後ににいるドランクドラゴンの塚地でいけると思う。似てますからね。100日後に似なくなるかもしれない。それから塚地さんのツイッターを100回リツイートする方になって。ただの怖い怖い。100回リツイートする。全く同じやつをやるから。なるほど。塚地さんと。写真を撮影する。最高作品。めちゃめちゃ怖いですね。いやでもいいんじゃない？塚地さんにビビられそうですね。いやいや、女性やから大丈夫。女性やから。そうですね。ありがとうございます。いや、もう抜群のツッコミだね。いや、素晴らしい。いや、すみません、ほんまに。もうビクビクしてました。いやいや、もう完璧ですよ。ほんまですか？しかも、通常で考えたら、平山 VS 吉岡なんて誰もやらない。誰も思いつかない。誰も思いつかないけど、本当にこれは、いや、もう、ほんまにびっくりしました。めちゃくちゃおもろかった。めっちゃおもろかった。なんかね、こういう勉強の機会を与えてくれる。いや、勉強とかそんなの。ほんで、兄さん方ね、この企画として、いつもやらへん役、いつもやらへんやろうなって役をあてがって、その、なんか、伸ばしていこうっていう時に、だから、吉子ちゃんも、そう、あの、だから、女刑事でやらへんようなだけからっていうので、小西は。一番ヤクザ多いんですけど。ヤクザしかできないんですよ。だから、いいっすねとは言ってたんですけど、僕も一緒に、ああ、すごいっすねって言ってたんですけど、全然心凍ってなかった。ほんまによく見る。もう一番多い 100% でいけてみたいな。そう、これバック完全にね、僕の私服でこれこれも私服ですから。全部ね、私服これ。え、衣装完璧衣装やこれ。大月衣装さん、大月衣装さん、私服であるんや。私服でもう一個のシャツもビラーね。あ、もう一個シャツいいです。もう一個のやつももう大月衣装さん。やばー、あれ着て歩いてる。皆さんよ、見てこれ。うわー、何だこれ。これ大月衣装ある。完璧大月賞だね。私服で持ってる。すごい。すごい。センスぶっ飛んでるやん。普通にスーパー行ってるのこれ。いやいや、スーパーとは関係ないじゃないですか。何スーパーとか聞いてる。前回、高尾さん、それいつ着るんですか、それ。これ、あの、あれ、お店用。さすが。で、そうね。これで、あの、こういう、スナックで働いてます。いいっす。あんで働いてます。水玉女って言われてます。初見ね、水玉女。水玉女最初の頭がね。いや、お前ありがとうございます。皆さんありがとうございました。まあぜひあのいろんなね役も挑戦していただきたいので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけでゴリタ君のチャンネルございました。はい、そのまだこんなものが面白いな楽しいなと思って、ぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森田信義、ああ。